せーの、こんにちは、サテロです。ということで今回はですね、以前にやった3000円だけでお互いのためにプレゼントを交換し合うっていう企画をね、ディズニーでやったと思うんですけれども、今回は1万円でやりたいと思います。まあ前回ね、3000円でやった時に金が足りね、金が足りねと誰かさんにね言われましたので、今回は1万円でやっていきたいと思います。今回は僕からゆいさんにあげるんですけれども、ゆいさんから僕にもプレゼントをいただきましたので、その様子は日向ゆいチャンネルで公開してますので、概要欄からぜひ動画ご覧になってみてください。ということで佐藤ひろ編行ってみたいと思います。今回はですね、ちょっと僕はお菓子とかっていうよりかは使えるなーっていうものをね中心に選んできたので、そこら辺期待していただいて、最初じゃあまずお菓子からいきたいと思います。いいね、それ手が最初まずお菓子からいきたいと思います。こちらババン、プーさんのメイプルフィナンシェ。トゥルルトゥトゥルルトゥ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 こちらのメイプルフィナンシェなんだけどね、とっても蜂蜜が美味しいんだよ。これ小学生か中学生ぐらいの時に、初めてディズニーかなんかに行った時にね、友達とディズニーに行った時に買ってきたの、お土産として、うん、食べたらめっちゃうまくて、プーさんの顔がふわふわしてる、かつ裏はこんな感じ。僕がいっぱいだよ、お面にもできるんだよ。こうやってやって動画の尺が長くなっていくんだよ。うまいでしょ。うん、じゃじゃん、てててれてててて、ウォーてててれてててて、ウォ ててウォー、35周年のポテトスナックということで、ポテチみたいな感じかジャガビーみたいな感じかわかんないんだけど、なぜポテトスナックを選んだか、この人夜中にポテチやジャガビーを食べるのが大好きでして、編集をしながら食べるのが大好きですので、ぜひこちらのお土産も編集しながら夜中にボリボリ食べて大きな体に育ってほしいなという願いを込めてこちらを買わせていただきました。次こちら、バン、あなたの白おパンツを写してるんですよ。いいんですか。あ、そっか、ゆの白おパンツか。あ、そうだよ。ドナルドのパンツをね、ゆいさん買ってくれたので、そのお返しということで、デイジーのおパンツを買ってあげました。どうですか、おパンツ。あ、可愛いじゃん。可愛い、ボクサータイプの。じゃあゆいが、デイジーの時はひろくんもドナルド。出たよ。バーバン、こちら、俺がついてるぜ、ドゥルドゥ、俺がついてるぜ、ミスターポテトヘッドのメガネスタンドでございます。で、なんでこれをプレゼントするかというと、お姉さんメガネをとてもね乱暴に扱うじゃないですか。あの人ね、すごいメガネを適当な場所に置くんですよ。ベッドの上とか、もうソファーの上とか、人が座るようなところにメガネをポンって置いてあるので、そういうのは良くないと、良くないということで。あ、かわいい。いいでしょこれ。これからはここにちゃんとしまうようにして、メガネ。じゃん、わかめスープ。これなぜ買ったか、あなたならわかると思います。ランドに行くたびに、あなたはいつもトゥーンタウンまでわざわざわかめスープを飲みに行きますよね。あれ、卵スープだよ。あれ、わかめだけじゃないよ。お次こちら、ババン、これはかわいい。じゃーん、マイクとサリーの鍋つかみということで、こちら鍋つかみでございます。マイク、今日は何を食べたんだい。えい、ダリー、今日はうんこを食べたよ。なんだってで、これでマイクとサリーでこう両方でね、そうですよ、そういう感じでお鍋持ってください。料理するんでしょこれから。そうだよ、修行するんでしょ。セットじゃないんです。これ単品で1個1500円ずつします。高くない？なのでセットで3000円です。残り750円なんですけど、終わりではございません。ババン、こちら桜ラテです。これでね、編集中に疲れを癒して甘いもので脳に栄養を送ってあげてください。750円です。750円だよ。オーバーするほど君への気持ちが強いということかな。ということで以上、さとひろの1万円プレゼントでした。ゆいさんからのプレゼントの動画は概要欄にありますので、ぜひそちらも見たい方は見てみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。